こんばんは、海夏です。SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語の、パート5からやっていこうかなと思います。そしたら、ひとまず始める前にね、ここにはクイックロードで持ってこれるので、一旦リセットして、あらすじを見ましょう。他にあるという、スラドワーカーワールド。あれこれ一緒かな？ここ一緒だね。助け出し、ジオンのボス、サタンガンダムを倒すまで、ガンダムたちの旅は続く。サタンガンダムの裏にまだ、ボスがいるっぽい話をしてたから、終わらなさそうだけど。結局何もなかったね。では、探索から次行きましょうね。そういえば、ここの塔の入り口で、ランバラルと戦ったけど、セイラがパーティーメンバーにいたらなんか会話変わったりするのかな。一応、原作では、知ってる間柄、だからね。宝箱発見した。なんか手に入った。あ、傷薬か。何？まずいぞ。バズを使われたら痛い。な。タンクも魔法使わせたらいいのかな？多分そのうち上がるよね。キャノンのすぐ後くらいにタンクが上がるはずだから。おしま使って倒そうか。あ、上がったし。ちょうど上がった。お、ピュアの魔法。ピュアは状態異常回復か何かかな？ピュアは、毒を治療する。毒以外は回復しない。らしい。そういえば、シャアがさ、いるっていう話だったけど、シャアも見つけてないよね、まだ。多分。これはちょっとね、取っとこうね。前すぐに使ってしまったけど。使うならね、レベル上がった直後とか。そのうち出てくるんです。そうだね。ただなんか話聞く限り、ここの塔に入る前の街に、なんかシャアが、いたとか、いないとか、っていう話をしてたから、あの街で見つけられなかったら、ここの塔のどこかにいるのかなーとか思ってたけど。あれ？セイラが駆けつけた。あれ？セイラいたの？セイラのレベル上がったぜ。レベル1だったのか。あ、そういえば、こうやって並び替えしたらいる？あ、いないよね。え、どういう状態なの？どこにいるのか。街にさ、なんか酒場みたいなところとか、入れ替えれるような、場所がないから、どこにいるんだ？ラクロワの城に、レベル固定じゃない。ないみたいだね。最初の城のに、まだ未完成だーって言ってた、なんだっけ、訓練所だか、訓練室だか、お待ちくださいみたいに言ってたけど、あこに、もしかして仲間がいたりするのかな？毎回いないのにルグ上げなきゃとか大変だ、ブワストさん。うん、多分どこかにね、いるんだと思うんだけどね。多分仲間の入れ替えはできるはずだと思うんだけど。今ならタンクがね、やっぱ通常戦闘向いてないからな。こういう魔法使い系は、どちらかというとボス戦向きだよな。雑魚戦の集団を一気に蹴散らす範囲攻撃役とかね。革の帽子かいらないなぁ。ドラクエより、まあ、レベルが上がったらね、回復するから。ボス戦前にレベル1上げるっていう方法を取れば、いけなくはないね。駆けつけた。この助っ人は一旦目に駆けつけてほしいな、どうせ来るなら。どうせ来るなら、ボス戦にも来てほしいね。ボス戦で結構ガッツリ、経験値稼げるからね。一旦目じゃないとね、敵がね、減ってるからさ、意味がないというか。
さっきも結局戦闘参加する前に終わったしね。でもな、もうちょっと物理攻撃あってくれれば助かるんだけど。私は経験でもらいに来ました。浮気と。ほんとそんな感じね。どうしようかな。ほんとエンカウントリツイヤになるな。わら、ブワストさん。ちょっと高いよね。まあ、昔のプログラムだから仕方ないんだろうけど。敵出現した後、何歩以内は敵出ないとか、っていうようなのは組んでないはずだからね。ランダムはランダムだからねっていう。多分10歩に1回敵出るみたいな感じなんかな。歩けるときは、10歩以上歩けるみたいだけど。さあ、3階に来たぞ。何階まであるかな？なかなか厄介な構成だぞ。10くらいのランダムっぽいね、ブワストさん。そんな感じだね。まあ、早ければ、一歩で出るけどね。白っ鼓動で覚醒したと思ったらナイトガンダム。さてはプレステはコツです、サムさん。言ってはない。言ってはないんだけど、大変ね、機嫌が悪いらしくてね。おっと、ジオング出てきたぞー。こいつはちょっと厄介だ。なんかね、こんなまずいもん食えるかって言ってね、リスクを受け付けてないか。その後ね、ディスクなしのハードディスクに入ってるバイオハザードのリベレーションをやってみたら、そっちだとね、しばらく普通に遊べたので、受け付けてくれないのか。そう、ディスクがね、ちょっとダメなのかな。あれ？ジオング死んだ。さあ、まだセイラさん。何もせずに。ないだ。はい、サイさんいらっしゃい。そうなんですよ。ちょっと、動くんだけど、しばらく戦闘してると、プツンと、機嫌を悪くされてしまいまして。なんで、まあ、今日は諦めようと思って、こちらの方をやってます。弱くなって、こいつ魔法があるからなぁ。だからな、ブワスト。前やった時よりはね、ただ、あれっていう、原作知ってると、そんなに一撃で倒せる敵じゃないだろうって思うんだけど。ラスボスだぜ、だって。ファーストガンダムも。ジオングなのにさ、足があるからな。そう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 。あるから、こいつは普通のジオングじゃねえんだよなっていう。タンクが上がるはずだから、惜しまずに、魔法を使って。あとどれくらいだろう。見れたっけ？まあ、どこにも出てきてどうからな。わら、ブワストさん。あれそうだったっけ？設定ではあるんじゃないかな。と、2回か3回くらい戦闘が必要か。真ん中落ちろっていうやつ。もうすぐは復帰。ジオングでいいか。ここいらないか。あと1回で、タンカーがありそうだ。盗賊のナイフ。盗賊のナイフ。これは装備できないってことだよな。ガンダムか、アムロか。上がるかどうかだな。今が33。お、上がるね。一応上がる。どうしよう。どうしよう。ガンダムにするべきか。アムロにするべきか。まあ、いっか。ガンダムで。このナイフさ、使えたりする？なんとなくさ、ブンドルが使えるんじゃないのっていう思いが。使った。何も起きなかった。ダメなんかな。やっぱ、盗むとかは発動しないか。残念だ。ちょっと降りたくないな、まだ。あと一旦クレベル上がってる。ないかな、ないかな、やっぱり。そう。
キャノンこっちだな。で、ガンダムと、スファンで、ガンダムとアムロでジオン。あら。まあいいか。キャノン、かわされてる。よし、これでタンクが、あれ？タンクが上がるはずだと思ったら。あれ？計算間違いしてた？あとなんだ？ああ。あと67。あと1回。あと1回。あと1回。この、減った MP のままはいけません。降りたらね、ボス戦があるような気がするから。なんじゃ、倒せないか。ザッカ。また、経験値をもらいに来たな。ああ、足りてない。32しかもらってない。と思ったより時間かかる。最高域？お、マジで。そしてレベルが上がってない。どうしようかな。キャノン、傷薬持たせるとして、こいつだけ魔法使えないからな。あと1、レベルが上がってほしいんだが。そうか、ガンダム、2回攻撃できんのか。そしたら、こうしてみようかな。お、いいね。ただ、一体に集中攻撃ではないのか。あれ？あれ？タンク上がらなくね？なんで？あ、そういうことか。あれを、4人で割ってるから、数字の通り経験値が入ってるわけじゃねえのか。あいよ。そういう仕様だったか。てっきり、割った数が入ってると思ってた。あ、表示か。そしたらもう2回くらい必要かな。MP がないとどうしようもない。また傷薬かな、これ。あれ？違う。魔法陣マットだ。マジか。痛えなぁ。お前の攻撃が外れたせいで。お、ムービーガン。強さ、能力、タンク。ムービーガン。逆じゃダメか。ビームガンじゃダメか。まあ、単体の、さらに火力アップって感じか。あれかな、ガンが射撃系でサーベが、スマホみたいな感じなのかな。わからんけど。終了まであと5分。まず、ガンダミディで回復していこう。お、ジオングだし。またバカどもが来よったか。ジオング。確かに。でも、あれか、こっちちゃんと足あるように見えるのは、あっちやっぱ足ないのかな？普通のジオングは。どちらかというとこいつが、パーフェクトジオング的な感じで、こいつ魔法使うかな？ホバー状態、ブラストタイム。実はホバー状態だったのかも。魔法を使うかどうかわかんないから、とりあえず使ってみようか、ミノフスキー。で、せっかく覚えたので、防御アップに、魔法封じ単体に毒回復に、サイコミューってなんだっけ？サイコミューってなんだ？サイコミューとは、敵全体を混乱させる。これは効かないな、きっと。そしたら、これを、で、こいつ、どうしよう。サーベ。こいつとサーベどっち効くかだな。1、うん、サーベだな、こいつは。4、マジで終了まであと3。駆けつけたぞ。差し込めていた霧が晴れたって言われた。一旦しか持たないの、これ。どうしようかな。どうしようかな。こいつこれで、こいつこれで、3か。まあ、これ、これでやるしかねえな。なかなかこれ、開始、期待するしかないか。せっかく覚えた、ムービーガンが弱いぞ。サーベとどっち強いかな、これ。こっちもどっちって感じやな。お、3回攻撃？おお、いいね。倒したし。ガンダム様々っていうか、盗賊のナイフ様々だ。さあ、何があるんでしょうか。力の盾を手に入れた。これ、あれ、勝手に動く。勝手に動くよ。
ちょっと待って。勝手に動くんだが、探索させてくれない感じ？ご苦労だったな。そいつはいただいていくぜ。あばよ。突然現れたジムスナイパー。奴らは俺に任せろ。必ず捕まえてやる。それより東にハッテという村があるから行ってくれ。村の人々が困っているんだ。よし、任せたぞ。やつだぞ、おい。取られたのあれだよね。どう考えても力の盾だよね。あー、マジか。せっかく手に入れた三種の神器が、特攻を奪われた。なんてこったい。来場者数9名と数19個目ありがとうございました。はい、9名の皆さんありがとうございました。そうだね。次枠いきますね。改めてこんばんは、海夏です。SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語。パート6の方、やっていこうと思います。まさかのね、手に入れたばっかりの三種の神器、力の盾を、早々に、黒い三連星に奪われてしまいましたが。はい、バストいらっしゃい。困ったもんだね。が来てる？腹筋作とか何にもしてないんだよな。お金増えたかな？もう、それなりに、それなりに。くんはしばらく、盗賊のナイフでいいかな。はい、サムさんいらっしゃい。ってことを考えると、鋼の剣はさすがに高すぎるからな。あ、そういえば、ここにさ、なんかじいちゃんがカードバトルしようって言ってきたけど、カードを持ってないんだよね。盗賊のナイフはこの後も結構長く使えそうな気がする。そうそうそう。ね、カード使い切りだから前回手に入れたマラサイ使えないから、ちょっとカード1枚。これじゃダメだ。絶対勝てない。ジオン族のザコモンスター、斧で襲ってくるが見かけ倒しだ。もう一回やる。これじゃ勝てない気がする。これは誰だ？これシャアじゃね？ジオン族のナイト。女だからといって油断禁物結構性格が悪いぞ。これ誰よ？シャアかと思ったけどシャアじゃなくて女か。やめる。とりあえずあのカードの性能を見てからだ。ライラだと？マジか。強そうだね。こいつなら勝てるかな。じゃあこいつを。ライラか。ライラ。ライラミラライラだっけ？こいつで、あのじいさま相手に。こっちだっけ？バトルを挑みましょう。ほほう、わざわざ訪ねてきたところを見ると、カード出すバトルがお望みかな？はい。ライラ。ララララライラララライラライラ。ふふふ。6個目さんいらっしゃい。と、ゴンザク使えないから、お助けカードで足してみる？あ、使えないのか。アイテム系か。武器とか防具とか。じゃあ、普通にやろうか。さあ、相手は。あー、やっぱ弱いね。強えな、2ダメージとか。お主、ただものではないな。よろしいわしの秘蔵のカードをくれてやろう。少し、休ませてくれ。何をもらった？お、ホワイトベース。H ってなんだ？選ばれたものしか乗りこなせない伝説のペガサス。すべての能力プラス10だ。特別に誰でも使えるぞ。カード出すだからか。ペガ、普通のゲーム中に出てくるペガサスは、清き心を持った人しか乗れないとかって言ったからね。お、なんか出てきたぞ。いきなりログイン上で出された。わら。チャーだ。わこ、たくさん。はい、たくさんいらっしゃい。君たちはラクロアの勇者たちだな。噂は聞いているよ。あなたは？ナイト、シャアだ。実は幼い頃、生き別れてしまった妹を探しているのだ。出てきたね。しかもなぜか横向きっていう。くださいね。おっと、私としたことが、少しおしゃべりが過ぎたようだ。今のは忘れてくれたまえ。破綻ガンダムを倒しに行くのかい？まあ、頑張りたまえ。それでは。そういえば、セイラもお兄さんを探しているとか。いやー。これ、セイラいたら変わるんかな、このイベント。それともセイラがいないからこそのイベントなのか。わからんなぁ。見ようかなぁ。結局武器は買ってないけど。
皆さんは防具から揃える派ですかね、武器から揃える派ですかね。盾をまず全員配ろう。武器かな。ああ、武器派が2名。私ね、防具派なんだよね。ここしか持てないよね。だよね。なおはサムさん。14でもね、防具かな。どうしようかな。武器ですね、あ、どうも。お、13個目さんも、いらっしゃい。武器さ、武器ですね。俺も武器だね。あれちょっとぼっちなんだが。誰か防具派いないの切ないな。武器を。ああ、まあね、確かにね。あ、じゃあ。そういうのはいいから。一度言ったのは覆さなくていいから。RPG ってか、アクション性のない RPG 限定なんだけど、防具揃えると、ダメージ1に抑えられるじゃないですか。で、その状態だったら、多少攻撃力低くても1しか食らわないから、っていうね、たくさんが味方についてくれた。こいつはダメだ。あ、でも革の帽子持ってるな。これいらないわ。あとガンダムの木の盾もいらないし、あとはアムロだな。さすがにな、鋼の鎧はまだ全員に買い与えるのは無理だから、で鉄の盾を買えない分、ちょっとタンクにこれ先に買い与えて、あとは鉄の鎧かな、全員に。あ、ちなみにね、モンハンだとね、武器最優先、行けるときところまで初期防具で行くみたいな感じでいつもやってましたね。あれ？鉄の鎧持ってるじゃん。経験者だった。わあ、無駄に買ったぞ、おい。マジで無駄に買ってるんだが。どっかで手に入れてたっけ？そういえば。あれ？鉄の鎧持ってる。どういうこと？どういうこと？あれ？鉄の鎧、もしかして、無駄に買ってしまったのか？なんてこった。もうすでに買っていただと。そしたらアムロも鉄の鎧持ってるよな、これ。ああ、持ってるし、なんて無駄なことをしてるんだ。お金もったいな。所持状況確認しないから、処分ないかもしれないけど、サムさん、無駄すら、めっちゃ無駄だった。あ、てっきりね、鉄の鎧の一個前のを持ってるんだなぁとね、思い込んでた。お金もったいないなぁ。あ、何か買うものあったっけ？鉄の鎧か。ねえ、できたらいいんだけどね。そうしたらこれでも買うもの、防具は、とりあえずないな。どうせ鋼の鎧とか、次の街とか、でも売ってるだろうし。あとは武器だなぁ、武器。タンクがね、魔法以外にも攻撃できる手段があればいいんだけど。探検しか装備できないからな。で、鉄の剣持ってんのかな？銅の剣だよな、確か。あ、鉄の斧は絶対に持ってないはず。銅の剣だよね。盗賊のナイフ効果武器だったし、上でも道具で使用したら効果あるの出てくるかもな、ブアストさん。あー、どうなんだろうね。で、こいつは銅の剣だよね。装備、キャノン。どうだけに、どうろうねえ。どうなんだろうね。どうだけにね。じゃあ、これを、あ、もう、では結局さ、ジャイアントジオン軍の時にもさ、セイラ来たけどさ、結局、セイラ何かする前に、倒しちゃったよね、また。結局、セイラさ、一度も行動という行動してないんだが。まあ、どこか、これで、ちょっと一旦セーブしよう。で、東の、というところに行きましょうかね。でね、セイラがね、ラクロワ城にいるかどうかの確認は、まだしない。魔法か何かで行けるようになってからやつしよう。お、タンクがとうとう、ドムに1ダメージ以上当てれるようになったぞ。
もうなんか高いな。円環取り。魔法あるの？ブワストさん。あるんじゃないかなーと思ってるんだけど、ないかな。アイテムとしてはあるから、魔法でもそのうち追加されるかなーと思ってるんだけど、箱かな。シーフザク、新しい敵だ。逃げた。の実力はいい。結構硬い。また逃げられた。クソ、色違いなだけのくせに。アムロもミノフスキー覚えた。あ、ハットじゃなくてハッテか。ハッテの村。さあ、ここではどんなイベントが待っているんでしょうか。私たちにとってはサタンガンダムより盗賊の方が恐ろしいですわ。黒い三連星の音が。最初のハッテかな？どうなんかな？知ってる？村長の娘一人でオデッサに行ったって。ポケモンみたいにですか？たくさん。努力値？ポケモンの努力値ってなんだろう？あんまりね、ポケモンはやり込んでないからわからないんだが。かわいそうだが、無事ではいまい。ポケモンはね、普通になんかストーリーを遊ぶ程度しかやったことがないから、わからないんだけど、なんか努力値とかってあるの？フラウ姫は、あれ、ちょっと飛ばしすぎた。フラウ姫は、ララーとかいう魔導士が、さらわせたらしいんだ。お、ララーは敵なのか。シャアが味方っぽいのにララーが敵なのか。東に行くと、ムンゾの村があるんですが、ただ一つの通路が不思議な魔力で塞がれてしまっているんです。ララーの仕業なんでしょうか？この辺りを荒らし回っている盗賊のために、ここの村長はいつも頭を悩ませています。あなたも盗賊の被害に。実はこの村も奴らの悪さに手を焼いておるのです。倒したくり、たくさん。歯が上がりやすいとか、素早さが上がりやすいとか、そういう感じなのかな。奴らの親玉は北西にあるオデッサという町にいるのですが、実は私の娘が悪さをやめるように説得すると言って、家を出たまま戻ってこんのです。私は心配で、旅の方、オデッサへ行って様子を見てきてくださらんか。はい。おお、ありがたい。頼みましたぞ。これで少しは悩みが減りますかね。娘の名前とかあるんかな。名もなき娘なのか。それとも、ゲーム内でできるような人なのかな。最近盗賊が多くて、村から出られやしない。突き詰めようと思ったらちゃんと倒す敵すら選ばなきゃダメなってことなのかな。ですね。廃人。廃人。住みにくい世の中だ。ガチ勢はどのゲームでもすごいね。僕、伝書鳩で文通をしてるんだ。だけど無事に着いたか心配で。誰としてるんでしょうね。では、道具屋さんかな。賢者の杖だと。賢者の杖だと多い。強そうなのが。ちょっとこれ最優先だなぁ。戦火。そうかそうか。お、それがあるね。ヒール効果ありそうだね。なんかありそうだね。よそ者は信用できねえ。誰だお前は。説明すら聞いてくれなさそう。鉄の鎧 X さん買ってなければ。そうね、変えたかもしれんな。あれ、ここ入ったっけ？入ったよね。はい。すごい世の中だって言われたか。さーて。お、いたいた。客がいる。83枚のカード出すの他にスペシャルカードがあるらしいぜ。お、カード出すは83枚あるのか。オデッサに行くなら気をつけな。俺はあの街で持ち金をすっかり取られてしまったぜ。はい、和骨33個目さんいらっしゃいませ。ゆっくりしてってくださいね。村長の家には変わった塩があるらしいぜ。変わった塩？探索したらあるのかな？それとも娘を助けたらもらえるんだろうか？止まらない。冒険の記録だけ。スーファミなら。ですね、今、力の盾を手に入れたけど、黒い三連星に奪われたっていうところですね。なんでまだ、サタンガンダムには行ってないですよ。
しような、しような。多分調べても出てこないよな。足元しか調べられないからな、基本。やっぱり娘を助け出さないともらえないか。というわけで、北西にあるオデッサに向かいますか。それにしてもなんか、仕方ないのかもしれないけど、村の BGM がかなり緩やかだね。パンが便利だよな。グループ超えて全体攻撃だから。さーてと。序盤で覚える魔法じゃない。そうだね。もうちょっと中盤で覚えてもいいんじゃないかなと思ったりもするけど。まあ使える分にはね、助かるからいいんだけど。特にグループ超えて攻撃すると、届かないというかね。結構数ハミくらいだと、違うグループ攻撃して対象いなくなったら別のグループの敵にも攻撃してくれるんだけど、ファミコンだとね、ドラクエ4とか3とかもそういうのできなかったよね、確か。それを考えるとかなり便利だね。あ、この地下気になるな。けどとりあえず、さて、この街と書いてある。これ街だけど敵出るのかな。音がもうダンジョンの音。あ、でも、家の中はかなり軽快だ。の間ぐらいの性能。そうだね。結構なんか、強いよね。イオよりはなんか強いイメージが。やっぱりね、33個目さんみたいに、ドラクエって考えてしまうよね。見かけない顔だが、新入りか？これも盗賊団の一味か。怪しみよな。新顔かっていうよりは。俺たちは盗みがお仕事よ。終了まであと5分になりました。もういない。早い。動きが早い。ちょっと困る。もっとでかい仕事して、早くもっとでかい家を建てるんだ。お、あの奥に、何かイベントが起こりそうな場所があるではないか。うちの裏でよく娘の悲鳴が聞こえるんだ。あごに、本庄の娘がいるっぽいね。じゃあ、後回しだ。あれか。なんかすげえ身なりが良さそうな。だね。まさにっていう。あれ。お頭は今でこそ盗賊だが、昔は立派な戦士だったんだ。黒い三連星の話か、これは。そういや、最近すごい竹を手に入れたって言ってたっけ。盾、取ってたからな。ちなみにスナイパーが追ってたはずだけど、スナイパーはどうなったんだろう。そうですね、結構他の人の感想でも、ドラゴンクエスト3とか4を、リスペクトした作品らしいっていうね。ブラウ姫っての俺も見たけど、結構可愛かったぜ。終了まであと3分になりました。ブラウってお姫様が東の通路に囚われているとか。この階段の下のところかな。マクベではないのかな？ここの盗賊団の人？どうなんだろうね。さあ、こいつは売ってくれるんでしょうか？普通に売ってくれるらしい。裏切りの剣。なんだろう、呪われてる武器なのかな？めっちゃ高いんだけど。あんな金は持ってません。ボケー！うろうろしてると邪魔だ！ボケって、全国共通。ねえ、なんか名前がなんかね、攻撃力は強いけど、味方も攻撃するかもよっていう感じの名前だね。なんだ、勝手に上がり込んで、ぶん殴られたいのか。柄が悪いですな。家いっぱいあるな。誘惑の剣は、普通の武器じゃない？東の通路は俺たちも困ってるんだ。邪悪なものを打ち消す何かがありゃ通れ。ああ、そうだね。うん。ここ、気になったけど、言っても意味なかったっぽいね。つまりあれだよね。村長にある特別な使用で、邪悪な何かを消すっていう流れだね、きっとね。ここはお頭の家だ。お前のような新顔は通すわけにはいかんな。通してくれないだし。あれ、宿屋ってあったっけ？
宿屋ないよね、ここ。仕方ない。セーブできないが。次枠で行きましょうか。はい、13名の皆さん、ありがとうございました。次枠で、ここの上のイベントを発生させようかなと思いますので、よければ見に来てください。お疲れ様でした。はい、こんばんは、みなつです。SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語のパート7の方、やっていこうと思います。はこつです。前枠でね、街を一通り回って、はこつ、ワストさん。はい、で、ここの上で、囚われている、ハッテの村の、村長の娘が、いるということなので、それを助けに行こうと思います。では行きますかね。あれ素通りできる。素通りできるぞ。素通りできるぞ。あっちに行ってな、気がするぜ。引っ込んでな。自動で始まるタイプじゃないらしい。あっちに行ってな、気がするぜ。見た目フラウ姫だよね、これ。お願いです。助けてください。この人たち突然襲ってきて。私に任せなさい。これキャノンって書いてあるけど、戦闘だからかな。ちょっと懲らしめてやりますよ。ガンダムだったらガンダムって映るんだろうか。なんだと？てめえ死にたいのか？戦闘だから。かな、やっぱり。てめえら何騒いでやがんだ。あ、おかしら。おっと、三連星が現れた。どうしたんだ？おかしら、変な野郎が。何？あ、お前は。また会ったな。やはりボスはお前だったのか。娘と力の盾は返してもらうぞ。そうはいくか。三人で一体らしい。三人で一体らしいぞ。はい、ワコツ、四個目さんいらっしゃい。おかしらなのに三人。と思ったけど、そういうことか、わ。さて、こいつ、うん、まあ、こいつはこれでいいとして、これどうしようかな。結局、ムービーガンが一番強いんかな。魔法は使ってきそうにないし、これで、弱い。一遍殴ってみないとわからんな。かあ、魔法だな、そしたら。あ、やっぱり、向こうは3回攻撃なのね。ですよね。ガンダムでも1ダメージしか当たらんぞ、ちょっと。黒い3連戦だから。三連戦じゃないから、3連星だからね。そう。星だからね。黒い3つが連なる星だから。どっちでもいいんだけどね。一体一体じゃない方が楽なのかもしれないが。どうしような、こいつ思った以上に硬いぞ。思った以上に硬いな。ガンダムの攻撃も、ガンダムも魔法の方がいいか、これなら。キャノンしかまともに攻撃できないぞ。こいつのサーブでどんだけ当たるかやな。あの？黒い戦いあれそうなの？それはそっちが間違ってるのか別の話をしてるんじゃなかろうか。なかなか時間かかりそうだなぁ。三連星だね、ワストさん。そうだね、漢字で書くとその感じだね。で、ちょっとね、アムロが1なのにキャノンが7食らってるから、こいつ、確かこれが防御力アップの魔法だったはずだから、これで防御あげよう。あ、倒してしまった。ああ、そうなんですね。へえ、参った。もう朝はしねえから許してくれ。力の盾は俺たちの家だ。あんたの間抜けな仲間もいるぜ。ジムスナイパーのことが。まあ、多分、勘違いというか、たまたま言い方を間違っただけなのか、だと思うんですけどね。ありがとうございます。なんと言ってお礼をしたらいいのか。とにかく私の村に来て、ぜひ父と会ってください。では私は先に帰って父に報告しますわ。これ町の住人どうするんかな。お頭いなくなったけど。面目ない。奴を捕まえようとしたんだが逆にこのありさまだ。力の盾は部屋の右隅だ。ここのことでいいんだろうか。お、力の盾を手に入れた。あれ？キャノンが手に入れたって言ったのにガンダムが持ってると。おかしいですね。で、これ、あれだな。ガンダム戦闘にしとこう。防御力が異常に弱いんだよな。51まで上がった。それに比べて、キャノンさん、
29しかないからね。おかしな話だ。服でも32あるもんな。どんだけ薄っぺらいんだか。あれ消えてる？スナイパー。そうか、それのために逆側に配置したのか。三種の神器だよね。いきなり最強の盾ゲットになるのかな？そうですね。一応三種の神器の一つですね、この力の盾は。ゲーム序盤なので、確かに最強の盾が手に入るには早い気はするんだけど。どうしよう。1。マジか、硬いなぁ。この神器、最低ない？まあ確かに。まあ確かに。すげえな、今、会心の一撃だったけどダメージ1だったの。後半なると誠の力が目覚める系のイベントあるのかな？かもしれないですね。なんかパワーアップというか。もしくは三種の神器だけど三種の神器を揃えないと真の力をしないとか、ね、あ、はぐれメタル系ね。そう、三つ揃わないと真の力を発揮しませんよとかだ、とかはあるかもしれないですね。もしかしたら。ただ、単純に防御力はかなり上がったから、普通に強いね。先ほどは危ないところをありがとうございました。旅のご無事を祈っております。はい。祈っててくださいね。盗賊の親玉を倒した？ありがたい。これでこの村も平和になります。ありがとう。おや、その盾は？おう、これが伝説の力の盾ですか。そうじゃ、貴重なものを見せていただいてお礼に、我が家に伝わる家宝の塩を差し上げましょう。あれ？大事なものかどこかにあるんかな。ねえ、お礼金もらってもいいよねって思うよね。じゃあ、杖ってここに売ってんだっけ？買えるかな？お金あったっけ？あるね。ちょっとこれだけ。助けた霊どうした？助けた霊ないっていう。なんかあったっけ？鉄の盾か。これいらないね。キャノンはドーム剣いらないし、アームローは、あれ、ここに家宝の塩が入ってる。二人とも、アイテム枠8だったからか。革の服と、23か、23だとそこまで、上がらないなぁ。どっちにしろ、ダメージ1っぽいなぁ。まあ、これで魔法攻撃力とかがね、上がってくれるとか、魔法の威力アップとか、そういうのがあるのかどうかがね、説明書とかに載ってたりしたらわかるけど、説明書がないからなぁ。ナイトガンダム。そうなんですかね。でもなんか、城の兵士というより、どちらかというと冒険者みたいな扱いみたいな気がしましたけどね。なんか、お城に使えてる、兵士っていう感じじゃなさそうでしたね。キャノンとタンクは城の兵士だけど、みたいな。その辺はどうなんでしょうかね。どうしようかな。パンどこか。上使わないの？とパン。ああ、そうね。そうね。あと力の盾もちょっと使ってみようか。なんか効果あるかな、これ。使う。対象選べないから何もなさそうだな。賢者の杖、使う。何もなさそうだぞ、きっと。ファンの効力発揮しただと？マジか。これめっちゃ便利じゃないか。あ、力の盾は何もないな。賢者の杖めっちゃいいぞ。思った以上に優秀なものだった。裏切りの剣も何か効果あるんかな。めっちゃ便利だね。参加サーベだろう、そこは。わら、ブワストさん。思った以上に優秀な効果だった。ブレーカーじゃないか。ねえ、MP 使わずに使えるってのは。あれ？今持ったけどさ、これアイテムとして使えるんだったらさ、全員持たせたら全員ファン使えるんかな。って、ちょっと思った。可能性はあるな、ブワスト。ちょっと、アムロで試す。入る前に試す。新しい敵が来た。試すどころじゃねえぞ。
ストレートファンでいいかも。お、使えるぞ。これはかなりいいね。お金貯まったらもう、の杖の威力を最低もう一本欲しいね。ねえ、ちょっとお金貯まったらもう一本欲しいね。ほぼ確実にボス戦で魔法攻撃しかできない人たちにはなかなか便利そうだね。血を巻くと立ち込めていた邪悪な力が清められた。ギャンが出てきたね。なかなか硬かったけど。にしてもギャンかっこよかったな。原作のギャンはね、乗ってる人が乗ってる人だったから。イベントだ。ララ、まさかフラグを取り戻しに来たなんて言うんじゃないだろうね。その通りだ。あはは、いいだろう。返してあげるよ。ほら、なんかいっぱい出てきたぞ。なんだ？この中のどれかが魔法で姿を変えてあるフラウ姫だ。一匹ずつ倒しておいき。うまくいけば助けられるかもね。あははは。たら、死ぬってことかな。あれ、セーブしてきたっけ？宿屋でセーブしてきたっけ？確信の演技、サムさん。とりあえず、出る前にセーブしてから来たっけ？したか。どれから行こうかな。悪いやつだっけ？ね、は、一応このゲームだと敵側で、原作だと敵側だけど悪い人ではなかったみたいな感じでしたけどね。どうしようか。とりあえず、強い順番に行こうか。多分これ一番強いよね。これ当たり外れあるんかな。当たり外れがあると困るのだが、あ、正解だったようだ。さて次は、こいつかバウンドミミックだな。こっちにしとこう。運動が。次こっち。バウンドミミック。お、宝箱。残るは2匹。どっちだ？なんか来た。お、こいつは、ハロではないか。お、なんかイベント。あれ？お姫が、現れたが。ありがとうございます。ぜひ、城に来てください。お出ししたいものはあります。あれ？残り1匹消えたんだが受けられたからいいとしましょうか。何手に入れたんだろう。え、わら、ブアストさん。キャノンか。謎展開、わら、ブアストさん。だよね、多分あの犬は。ハロがフラウ姫を嗅ぎ分けて、発見して、助けたよってことでいいんかな。宝箱が。標本の書。空っぽ。で、まだ上がある。ああ、出るのか。とりあえず、ここまで行って、あれ。姫助かった？ね、今、助かりましたね。助かったんだと思いますよ。城に来てって言ったんで、多分城に行ったら会えるんじゃなかろうか。ここはどこだ？ムンゾの村。なんか言ってたね。すぐそこにサタンガンダムがいると思うと気が休まる時がないわ。お、あの右に見えてた大きい城っぽいやつが、それか。この村の東に見えるのがサタンガンダムの城よ。でも橋がないから行けないらしいわ。隣の城だね。確か城で。お、じゃあ、あの見てくれてた方ですかね、4個。確かにペンダント、渡してあげたら喜ぶよみたいなのを見たので見つけて渡してましたね。ひとまず、止まらないけど、セーブだけする。で、探索してから戻ろうかな。ねえ、これから言うことをよく聞いて、そして絶対に、はい、と言ってはダメだよ。絶対だよ、わかった。セーブは非常に怖いな。ちょっとね。あ、引っ掛け問題か。私の展開はそっちで見てみたい気がするが、ああ、使わなかった場合は、残り2体のうちどっちかか、もしくは助からないイベントになるのかな。俺は絶対この村から離れないぞ。お、勇気ある人ですね。こんな恐ろしい場所にいるより、ラクロワ城の方に引っ越したい。まあ、それが普通の人の考えだよね。いつモンスターをけしかけられるかわからないからね。
下の方に通じているあの通路が通れるようになったじゃと？ということは、どういうことじゃ？通れるようになったんだよ。ただ単に。まあでも、この村の人からしたら逃げるに逃げられなかったってことか。アコが通過できなかったから。犬は助けた俺。サタンガンダムの城を越したとこに小さな山小屋があるんだけど、てんてんてん。どうですかね？あの、支度金すら王様からじゃなくて一兵士からだったから。どうなんだろうか。3回勝つと何かいいことがあるらしいぜ。なんのこっちゃ。なんか荒ぶってる人がいるけど。まだ誰も勝ってないんだってさ。この人に勝つと賞金がもらえるんだってさ。なんか力試しみたいな感じ。僕も大きくなったらスレッカーさんのように強くなるんだ。こいつスレッカーか。なるほど。後からだな。この奥でスレッカーという人がストリートファイトをやってるよ。なんだろう、この横文字がだいぶ違和感なんだけど。この子喋ったっけ？この村の東に見えるのがサタンガンダムの城よ。でも橋がないから行けないらしいわ。これ読んだね。で、なんか売ってるかなー。今までのまとめみたいな感じ。あ、でもジャコっていうのは見たことない。ジャコって何でしょうか。邪行とは敵一体を混乱状態にさせる。なるほど。ちょっと挑んでみようかね。さあ、誰か俺と勝負する奴はいないか？立ち合い料50ゴールド。ほらが、俺に勝てばなんと600ゴールドだ。さあ、あんたたち、力試しをしてみないか？よし、そう来なくっちゃ。さあ、みんなまとめてかかってきな。すげえな。4対1だぞ。素早いな。あれした？ 4 回攻撃したけど、魔法の方が当たりそうだな。こいつはちょっとムービーガン使って、あれファンの方が、あ、倒した。500ゴールドを獲得した。これとは別に600くれるんだよね、もちろん。だよね。そしたら一気に1000以上もらえ、稼げるな。今のはちょっと油断しただけだ。次は負けないぜ。ほら、約束の600ゴールドだ。お、こいつ稼がせてくれるぞ。さあ、誰か俺と勝負する人はいないか？立ち合い量。あ、一緒か。終了まであと3分になりました。これあと2回勝てばいいの。そして賢者の杖が本当に便利。めっちゃ稼げるぞ。こいつ倒しただけで500もらえるし。経験値も稼げるし。これ一応、そういうイベントなんかな。経験値とお金を稼がせますよっていう。さあ、あと1回倒させてくれるらしいから、倒そう。タンク間違えて、戦うようにしてしまった。なんという無駄なこと。ちょっと防御力弱いな。ああ、まあ確かに。さすがだぜ。実は、俺はサタンガンダムを倒そうとしているのだが、一人では心細くてな。こんなことをしながら強い奴を探していたってわけさ。俺もあんたたちの仲間になるぜ。仲間になるらしい。さあ今日とりあえずここまでかな。時間的にもう10時なの。誰が持ってたっけ。来場者数9、コメント数37個目ありがとうございました。並び替えでいる？いない。ワスト3。こっちに変えて、サム3。終わります。はい。ワーストだね。多分、クロワにいると思うんだけどね。とりあえず、セーブするのに戦闘にとく。